まあ、入りとしてはそこまで悪くはなかったと思うんですけど、まあ、失点した場面で、まあ、ディフェンスラインの裏を突かれたっていう、やっぱディフェンスラインの隙があったのかなっていうのは、本当にそこが一番甘かったかなって、この範囲になってると思ってます。やっぱディフェンスラインも高い位置で、ほとんど相手のコートでプレーできてたんですけど、まあ、最後のところでシュート、決定的なシュートを打ててなかったっていうのが、一番悔しいところであるんですけど、まあ、高い位置で前線からプレスかけて、で、できるだけ自分たちの前でボールを取れたっていうのは、自分たちの、ボールを、持つ時間が長くなった要因になるかなと思います。まあ、一番、センターバックで出場したんで、もちろん無失点で終われなかったのは、自分たちの責任だと思うので、そこは本当に悔しいけど、これからもっと意識高く練習からやっていかないなと思います。あと、コーナーが何本かある中で、前に上がっていって、で、点が決めれなかったのも、一番悔しいところではあります。もう今日しかないっていう、もうこれで県が終わるっていうぐらいの気持ちで臨んだんですけど、結果がついてこなくて、また一からやり直さないといけないなっていうふうに思ってます。いや、まだまだこれロンなんで満足してないんで、もっともっと頑張れるように、そしてチームを勝たせられるようにしていきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。今回は、敗戦してしまって本当に申し訳ない気持ちではありますが、次節絶対勝ちたいと思いますので、引き続き、応援の方よろしくお願いいたします。